スポーツライターの小関さんと西尾さんによるドラフト採点が今年も行われました。注目すべきポイントは、両者ともに中日ドラゴンズを最下位として採点しました。トップは読売ジャイアンツが170点、一方中日は60点差で110点という点数になりました。小関さんが中日を最下位にした理由はこのような形です。石川選手や三尾選手を打者として育てきれておらず、それが即戦力へ方針転換を急がせたというような感じになってしまったのではないかと分析していました。もともと中日は防御率がトップのチームなので、課題は打撃にあるのではないかと語っています。なのでドラフト1位でピッチャーを指名したんですけども、もっと打撃を鍛えなければいけないんじゃないかと語っています。そして今回は俊足高打型の即戦力の選手をどんどん指名したわけなんですけども、これまでと方針が一気に変わったように見えて、立浪監督がどういったチームを作っていきたいのかという意図が選手にもファンにも伝わっていないんじゃないかと小関氏は述べています。そして西尾さんが中日ドラゴンズのドラフトを最下位に採点した理由です。西尾さんに言わせれば、中地投手はどちらかというと将来性に期待する投手で、2年目以降の活躍が期待できる、逆に言うと1年目は活躍できないんじゃないかというふうに語っています。そして育成込みでリードオフマンタイプの選手を5人指名しました。しかし今回のドラフトでは高校生でスケールの大きい打者、パワーヒッターが多かったのに、俊足高打の即戦力とか、そういったあたりを乱獲していったというところが、今後のことを考えても少しもったいなかったのかなというふうに西尾さんは考えています。今回のドラフトの結果から、立浪ドラゴンズがどのように今後戦略を取っていくのかというところを分析させていただきました。おそらく今回は即戦力をたくさん確保したということで、長期的な視線というよりは、もうとにかく最下位である順位を来季に向けて順位をもうとにかく上げたい、クライマックスシリーズには絶対出たいと、もう速攻で効果が出るようなドラフトにしたかったということだと思います。そして足でかき回すような野球というのも目指しているのだと思います。ドラゴンズは長打力不足というところがもう明らかですから、それを長打力の確保で補うことは難しいと判断して、どちらかというと短期でできる足でかき回す野球をとにかく早く実現したいというところなのかなと思います。そして名古屋ドームだからこそ、その利点を生かして守りをさらに固めたい、防御率を下げたい、そういった野球をしていきたいというふうに考えているのかなと分析しました。以上です。チャンネル登録、グッドボタンお待ちしてます。ありがとうございました。